玉木宏さんと木南晴夏さんは2017年のドラマ女の勲章での共演がきっかけで交際に発展した。玉木さんには結婚の条件がいくつかあり、その一つが母親と妹も同居すること。木南さんは結婚報告を SNS にて公開し、幸せな家庭を築きたくさんタコパしたいと思いますとコメントした。子育てに関して木南さんは厳しく、玉木さんは優しいことから子供たちは玉木さんに甘えるらしい。